皆さんこんにちは、 DIY チャレンジのタカです。今日はですね、ヒデさんの友人の、初代、ワゴン R ですね、CT51 型の、ワゴン R の、オイル交換に、チャレンジしていきたいなと思います。まあ、作業するのはね、私じゃなくて、ヒデさんになります。まあ、こちらのね、初代ワゴン R といえばですね、皆さんの中にもファンの方が多いんじゃないでしょうか。まあ、初代の最終進化型ですね、ツインカムターボの、ダブル R になりますね。私も当時ですね、これがすごいかっこいいなと思いまして、K6A のツインカムターボといえばもうカプチーノとかですね、AZ1 とかキャラとかに積んでるのと同じ形式のエンジンなので、まあ、それだけでもね、なんかこう速いっていう、そんなイメージのですね。で、今のね、車といえば結構もう肥大化して重量も重くなってるんですけれども、この頃のワゴン R っていうのはもう軽く1トン切ってますし、そしてハイパーターボの組み合わせということで、まあ、これでタービンなんか変えたりとかですね、するとものすごく速いんで、私はもう本当に当時の憧れの車で、今でもかっこいいなと思いますんで、まあ、ちょっとね、そういうかっこいい車のオイル交換ということでですね、私もちょっとこれの動画に残せて、ちょっと今からワクワクしてますんで、まあ、実際の作業はですね、ヒデさんの方に変わりたいと思います。じゃあですね、マイクをヒデさんの方に渡したいと思います。はい、ヒデです。早速ですけれどもね、ワゴン R のオイル交換をしたいと思います。まずはですね、ドレーンボルト、こちらにドレーンボルトありますけれども、こちらを抜いていきたいと思います。こちらはですね、結構大きい、17ミリですね。こっちが右回しだから左回しですね。はい、これで緩みました。それではゆっくり外していきますね。よいしょ、結構硬いな。よっよっ、結構硬いですね。もうでも17ミリって大きいですね。他の車だと思うとね、ちっちゃかったりするんですけどね、結構17ミリっていうのはオイルのドレーンボルトにしては大きい方だと思われます。硬いですね。だいぶ緩くなってきました。あ、それでもまだ手で回りませんね。はい、ちょっともう少しじゃないです。はい、なんか結構硬いですね。はい、そろそろ抜けますので、ちょっとね、これよく僕 OB しちゃうもんでね、ゆっくりね、抜いてきますね。もうこれね、ドレーンボルトがもう抜けますのでね。はい、抜けました。今日はお漏らししてませんよくね、これをね、OB しちゃうんですね。で、今回ね、この僕の友達がですね、量販店の長期在庫のね、オイルをですね、中身は大丈夫だよということでね、買ってきたみたいでね、実際ね、定価が2914円のところが1280円ってすごい安いオイル。ちょうどね、このワゴン R、取説見たらね、エレメントとオイルで、3リッター、交換の場合3リッターってことでね、ちょうどこのオイルも3リッターでね、10W30 ってね、これもまた取説に書いてあったね、規定のね、オイルだったものですからね、喜んで俺買ってきました。交換してよって言われちゃったもんですからね。あ、はい、こちらですね、このオイルですね。はい、このオイルね、友達にね、ね、買ってきたから交換してよって言われたんですけれどね。まあでもね、今もうジョッキに移したんですけどね、結構ね、いい色のオイルでね、なんか良さそうな感じですね。やっぱターボエンジンですからね、特にまあ、新しくはないもんですから、もうこの友達もね、3000キロごとにね、いつも交換してるもんですからね、もう大事に乗ってきていますのでね、まだまだ長く乗り続けたいっていうことでね、まあ、僕もその方がいいと思います。エンジンオイルはね、ターボだったら3000、NA だったら5000なんていう感じでね、僕はやってますんで、できればまめに交換した方がよろしいかと思います。はい、で、オイルがね、もうだいぶ抜けてきましたので、ちょっとね、こちらですね、オイルパンとですね、エレメントが近いものですから、そのまんまね、オイル受けが下に行けるもんですから、エレメントの方も外していきたいと思います。ちょっと準備をしますのでね、ちょっと一回カメラ止めます。
はい、それではですね、あのエレメントの、フィルターの方を外していきたいと思います。こちらね、カップ65ミリですね。で、ラチェット、つけまして、ちょっと押し込んできます。よっ、はい、入りましたね。左回しですね。はい、回してきます。またね、これも OB しないようにね、あのちゃんと真下に受けないと。はい、ある程度ね、ラチェットで回しましたら、あと手で回りますので、手で回してきます。結構ね、ドバッと出てきますのでね、皆さん気をつけて。はい、あ、結構出てきましたね。やっぱ真下にね、ついてるもんですからね、結構出てきますね。よっよっ、結構な量が出てきますね。そうですね、今ね、ゴム手してるんですけどね、素手だとね、もうこれ大変なことになりますので、皆さんもね、ゴム手袋とか、軍手だとね、また軍手は軍手で大変でね、染みてきちゃうもんですからね、これ非常に大変になりますので。それからですね、こう新しいエレメントですね、こちらですね、やはりこれね、まあ、スズキ製品ではないんですけれども、まあ、純正同等品ということでね、あ、そうですか、パッケージはね、こんな感じですね。こちらのパッケージが、こぼれちゃいました。こちらのパッケージが、こちらのワゴン R 用のね、結構ね、これ、スズキ以外にもね、ダイハツですとかね、ダイハツの軽自動車、それから、そうですね、マツダ、まあ、スズキとね、ダブってるような車あるんですけどね、そういう車なんかにも、幅広くこれ、使われておりますのでね、結構皆さん使うこと多いと思いますんで、軽自動車は結構多いです。で、65ミリの、レンチと、これとセットで持っておくといいかと思いますね。はい、それではですね、まずエレメントの、こちら、エレメントですね。こちらのね、パッキンの部分ね、こちらの抜けたオイルの方をですね、こう塗り込んできますね。はい、これはオイル漏れ防止とね、次ね、取り外す時のね、取り外しやすいようにですね、つけていきますのでね。それではですね、まずちょっとね、面をきれいにしていきたいと思いますんでね。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。パーツクリーナー。ではですね、ちょっとね、エレメント外したところね、オイルだらけになってるので、ちょっとパーツクリーナー拭いていきたいと思います。まあ、周りでね、あんまりね、エレメントのね、中の、エレメントのついてる中のところはね、あんまり拭かなくてもいいかと思います。周りがね、汚れてるんで、周りを拭いてあげて、あんまり出しすぎてもね、オイルまた通るところなんで、ある程度きれいにしてやったら、先ほどのですね、パッキンのところにオイルをつけたエレメントを、まず手でね、止まるところまで回しますね。はい。じゃあ、ちょっと回します。はい。ね、外すときは、左回し。つけるときは右回し。もうこれ、ほぼね、車の部品っていうのは、ほぼこれ共通なので。でね、ボルトでも何でもね、手で回るところまでは手で回してください。最初から工具使ってね、結構斜めに入っちゃってなんて言ってね、結構ね、ネジの山を切り直したりなんてね、めんどくさいこともね、あるんで、できれば手で回る精一杯のところまで回してあげるような感じにしてください。それではですね、今手でね、回しましたので、実際ですね、こちら、ついてから、4分の3回転ですね。手でついてから4分の3回転回してくださいということなんで、4分の3回転回したいと思います。ちょっとね、今、フィルターカップが汚れてるんで、ちょっと、洗浄してからですね、やりたいと思いますので、少しお待ちください。ちょっと一回動画止めさせてもらいます。はい、じゃあ、カップね、増し締めしていきたいと思います。4分のね、3回転って言いましたので、はい、じゃあ、回してきます。まずこれで半分回転、あと、4分の1回転ですね。
はい、こちら、うん、これで大体4分の3回転ですね。あんまりね、ぎゅうぎゅう締めてもね、オイル漏れの原因になりますんでね、こんぐらいでね、一応規定トルクでってことで、締めてきます。よいしょ、はい、こんな感じですね。それからですね、次は、まあ、開けてあったドレーンボルトですね、こちらを締めていきますね。こちらもね、手で締まる、ところまでまずは締めます。はい、もともとね、ちょっと硬かったんでね、どこら辺まで手で締まるか、あ、この辺までですね。ちょっと前の人があれですね、多分きつく締めすぎたんでしょうね。僕ね、実はこれ友達のワゴンRね、初めて今回オイル交換するもんですからね、ちょっと前の人がだいぶきつく締めちゃったんじゃないかなって。結構ね、前ね、僕じゃないんですけどね、知り合いがね、このドレンボルト回しすぎてね、バカになっちゃってね、結局オイルパン変えたっていうね、そういう悲劇が起きた人もいましたからね。これはね、なんかね、車によってはね、いろいろトルクが違うとは思いますけれども、3、4キロですかね、そのぐらいで締めるってね、いうのが大体基本みたいです。まあ、大体手で締めても、いっぱいいっぱいのところ、あんまりね、長いメガネとかでね、締めすぎちゃうとね、本当、やっつけちゃいますのでね、なるべくこう、短めに持っても手で回らないところっていうところですね、その辺で十分だと思いますね。ね、もう今だいぶね、硬くなってきました。もうちょっと締めた方がいいかな。はい、あ、そうですね、今ちょうど硬くなってきましたね。はい、これでギュッギュッってこんぐらいでいいですね。まあ、あんまり締めすぎてもしょうがないので、まあ、これもエレメントもですね、締めすぎには注意ですね。はい、ですので今ね、ある程度増し締めしましたので、これからオイルを注入していきたいと思います。はい、それでは上に行きますのでよろしくお願いします。はい、さっきね、あんまり画像ね、角度が悪くてうまく撮れなかったんですけどね、これがね、僕の友達が買ってきたね、オイル、確かにね、3リットルで1280円って安いですよね。大体どうだろう、リッターあたり400円ですか。あ、それだったらいいですね。本当に僕も在庫があれば欲しいぐらいですね。10W30 ね、よくこれ使う手ですからね。で、ガストロールだからね、かなり、お得だったと思います。半額以下ですもんね、定価のね。はい。じゃあちょっとね、これを今注いでいきたいと思いますね。はい、ではね、こちらまず蓋を開けてきまーす。はい。最近のね、やつはね、場所がね、こう、タイミングチェーンが見える場所なんですけど、当時のはあれですね、タイミングチェーンが見える場所じゃないところでですね、なってますね。はい。ちょっと口が小さいからね、ゆっくり注いできますね。ゆっくりゆっくり、3リッターですからね。はい。タイミングチェーンは、タイミングベルトみたいに10万キロで買えなくていいですか？そう、このね、そうですね、このね、タイミングチェーンって確かにね、ほぼ非交換で、まあまあ伸びちゃってね、交換っていうのは聞いたことありますけれども、ほぼね、非交換できるんで、オイル交換しない人とかね、多いんですけどね、この車こそ、本当、よくオイルをね、交換しないとダメですね。特にやっぱターボ車ですからね、本当に、僕は大体友達にも、もう3000キロ交換だよ、ターボ車はっていう風に話しますね。ね、NA でもやっぱ5000キロで交換した方がいい。でも最近の車ってあれですね、取扱説明書見ると1万キロとかって書いてあったりね、するから。でもちょっと怖くて1万キロ非交換っていうのはちょっと自分はやったことがないですね。はい、だいぶ、まあオイルあれですね、水とは違って、なかなか出が止まりませんね。まあほぼほぼ3リッター入りましたらね、こんぐらいにしておきます。はい、それでは、蓋を閉めて、あとですね、一回エンジンをかけてですね、エンジンを止めて、かけて止めて、オイルの量をね、測っていきたいと思います。オイルのね、量を測るときはね、ちょっと待ってね、オイルレベルゲージがね、こちらにね、ありますのでね、
これでね、後で測ってきますね。それではちょっとね、エンジンかけてアイドリングをちょっと1、2分してからですね、あのオイルの量を測りたいと思います。はい、エンジンかけます。じゃあちょっと1、2分ね、回してからオイルの量を見てみたいと思います。はい、じゃあオイルのレベルをね、測っていきたいと思います。はい、まずはですね、抜き取って、こちらのゲージを拭き取りますね。それからですね、また1回刺します。はい、はい、それで抜きますね。はい、これでですね、だいたいちょうどですね、あの9分目ぐらいにですね、入っておりますのでね、ちょうどあの量はよろしいかと思います。はい、親友になりましたんでね、またちょっとね、あの元気に走ってくれると思います。もうこの車もね、そろそろ20年選手ね、なろうとしているところなんでね、もう一花咲かせてもらいたいと思います。はい、それではですね、今日の DIY チャレンジですね、あのワゴン R の、あの初代ワゴン R のですね、あのオイル交換させていただきました。これね、他の鈴木車にもね、あの同じ K6 へ積んでる車は大体似通った方法になると思いますので、皆さんも DIY されてはいかがでしょうか。はい、それではまたね、次の動画でお会いできればと思います。どうも今日もご視聴ありがとうございました。